はい、皆さんおはようございます。ジョーです。今日は5月の11日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、テック特に半導体セクターをですね中心に大きく下落をした1日だったんじゃないかなと思っています。あとはですね、小型株に関しても非常に難しい一日だったんじゃないかなと思うんですが、いろいろ原因、要因とは言われてはいるんですけれども、一つはですね、ここ最近インフレに対しての警戒感というのがすごい強まっているんじゃないかっていうところと、あとは原油パイプラインに対しての攻撃がありましたけれども、これが長引くことによって、原油、ガソリン関連の価格がですね、大きく上がることで、消費に対してマイナスな影響があるんじゃないかと。あとはやっぱり3つ目なんですけれども、バリエーションがもう高すぎるんじゃないかっていうところが、新たにまた海外では言われていました。で、こういったところを受けてちょっと本当に下落が心配になっているのがアークの ETF なんですけれども、結構 5% 以上下落しているものもあったりとかして、このあたり、アークが持っているものを、吐き出すときに大きく売りのフロートが出てくると、さらに小型株に関しては、厳しい局面、テック関連もそうですけども続くんじゃないかなと思ってます。なかなかちょっとあれですね、このセクターいいですよみたいなのはないですけども、相変わらず強いのが、ワクチン、バイオンテックの銘柄かなと思ってます。決算も非常にお化け決算みたいなものを出してきていて、ちょっと子供がですねトイレ行ってますけども、こんな局面が、しばらくまだまだ続きそうかなという印象ですね。テック関連リバウンド先週してましたけれども、1日でダメになって しまっていて、今後の展開が少し心配かなというような今状況です。はい、指数見ていきたいと思うんですけれども、ダウはですねマイナスの 0.1%、 S&P はマイナスの 1.04%、 ナスダックはマイナスの 2.55%、 ラッセル2000がマイナスの 2.59% といったような状況でした。金利はですね若干上がっていて、米国の10年債金利は 1.6% に乗っけたというような、水準です。はい、一つ小型株、もう一個ですね少し心配なのが、テスラですね、600ちょっと割ってきちゃうんじゃないかっていうところで、やっぱりこのあたりの水準割り込むと、またさらに全体としても売り圧力かかってくるんじゃないかなと個人的には、心配をしています。はい、あとはですねニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、コロナのですね感染者、アメリカの方で4週連続減少はしてきていて、一方でコロナの接種、コロナワクチンの接種は伸び悩んでいるというような状況にはなっているそうです。そういったこともあって、今ニューヨークの方ではですね、今後大学生は、キャンパスに来ていいよ、大学に来ていいよというようなことはするんですけれども、キャンパスに来る学生は全員ワクチン接種していないといけませんよとか、あとニューヨークの方ではですね、ワクチンを接種したのであれば、例えば地下鉄の、チケット1週間分タダですよとか、美術館、無料で入れますよとか、そういったことを今やってはいて、少しでも多くの人にワクチンを接種してもらおうという今努力がですね、今されているというような状況らしいです。ただしそこで使われるワクチンに関してはジョンソン&ジョンソンのものだったりとかして、在庫をいかに吐くかっていうところも、一つポイントとしてはあったりするのかなとは、思ってはいるんですけれども、今できる限りワクチンの接種を促すような取り組みを、しているというような状況らしいです。はい、続いてワクチンの特許の、問題ですけれども、継続的にまだ議論がされていて、12月までの解決を望むというようなことが WHO のですね事務局長から発表がありました。で、これどうなるかっていうのは正直最終的には全然わからないんですけれども、やっぱり彼らとしてはまだよく分かってないと思うのが、その生産の増加、製造能力の向上についての合意っていうところなんですけれども、これやっぱりそのパテントを破棄するどうこうっていうか、やはり技術的な問題だったりとか、あとはじゃあそのバイオシミラーというか、なんていうんですかね、ジェネリックですね。ジェネリックみたいなものを例えば作ったとしても、それってじゃあ本当にそっち、ジェネリック作ってる側のワクチンって接種したいのかとか、そういったところも出てくると思うんですよね。なので、簡単にこのパテント破棄とか、製造を委託とか、なんか簡単にそんなことができるのかどうかっていうところもちょっとわからないなというのがあるので、このあたりの議論の進み方とか、あとは、どういうふうにこのバイオンテックが、あとモデルナもそうですけども対応していくかっていうのは、今後注目かなと思ってます。アジアの方でバイオンテック、シンガポールでしたかね、生産増強というような発表をしてましたけれども、やはり彼らとしてもできる限りのことはやっている中で、ここでまた金銭的な、
なんていうんですかね、大幅に、まあ、彼らにとってマイナスになるようなことをするっていうことは、ビジネスにとっても大きなマイナスになるような、まあ、ビジネスをやる上で非常にモチベーションを下げるようなことでもあるので、まあ、そういったことはやっぱりやりづらいなとはいうのは、まあ、なんとなくは思ってますけども、まあ、今それ以上に、まあ、決算がいいので今回上がってますが、まあ、このあたりの議論の行方っていうのは引き続き注視していきたいなと思ってます。特に米国の方の銘柄モデルナに関してはどういうふうな意見が求められるのかとか、あとファイザーもまあそうですけれども、このあたりは、まあ世間的な目っていうのもあるので、米国政府とどのような協議をしていくのかっていうのは非常に重要なポイントかなと思っています。あとはインドの方ですね、変異株ありますけれども、世界的に懸念される変異株にまあ4つ目に指定されて今更っていう感じではありますけれども、まあ、今後こういったところの今研究している、まあ、情報をですね出していきますよということも同時に発表されていたので、まあ、インドの状況が改善に向かうかどうかっていうところと、まあ、あと既存のワクチンがですねこういった新しい変異株に対して効くのか、もしくは効きづらくなっているのか、そうだったら、まあ、どれぐらい効きづらくなっているのかとか、まあ、そういったところのですね情報も出てくると思うので、今後のそのワクチン株っていうところの先行きも見るために、注目していきたいなとは思っています。はい、あとはですね、アメリカの方でニューヨーク連銀が調査、1300世帯をですね対象に調査したものなんですけれども、まあ、これ月次の調査ですね、インフレがですね徐々に上がってきていますと。で、1年先のインフレっていうものを今見てはいるんですけれども、まあ、3.4% というような今水準で、3月からまた上がっていました。3月 3.2% だったんですが、まあ、これ結構高めになってきてるなという印象ですよね。 3.4% で、これは一時的な高さで今後下がっていくよというふうに言われてはいるので、まあ、この水準が下がっていくかどうかっていうところが今非常に注目をされています。で、こういった状況なんですけれども、やはりさっきは言った、パイプライン、原油パイプラインの、まあ、攻撃、サイバーセキュリティの、まあ、問題とかある中で、そういったところが改善して いかないと、このあたりの数値もですね下がっていきづらくなったりもするので、このあたりはですね大きくこのインフレ予測に対して影響を与えてくるニュースでもあるので、両方とも、一緒に見ていかないといけないかなと思っています。はいですね、あまりこのインフレの数値が 3.4% って結構思った以上に高いなというふうなの印象なんですけども、まあ、それと同時に、まあ、収入に対する期待っていうのが、まあ、低下していて、その一般市民の生活はやっぱりちょっと厳しいのかなというのが、まあ、印象としてはありました。なので今後もしかするとその消費者のセンチメントっていうのが落ちてくる可能性も、なきにしもあるかなと思っているので、そうするとやはりここ最近調子いいですよねっていうふうに言っている、まあ、消費財ですね、コンシューマーステープルのセクターとかにも決算影響出てきたりとかするので、ますます、まあ、本当はこのバリエーション織り込んでていいのかなっていうような、状況になってくるので、株価は上がりづらくなったりするんじゃないかなと思っています。はい、あとはですねダラスの連銀総裁からのコメントなんですけれども、まあ、米国の雇用統計の数値悪かったですが、まあ、今後はですね、今年は雇用が力強く伸びてくるというようなことを、変えてませんよと。なので今後も引き続き利上げもしくはテーパリングの議論はすべきですよと、早くした方がいいですよというコメントをまた出していました。まあ、こういったところもあって一つですね、米国のナスダックとか小型株に対しては非常に重しになるような発言だったのかなと思うんですが、まあ、継続してこういった発言をされているという方は、まだまだいるので、まあ、これがちょっと今後どうなるか分かんないですが、あんな悪い雇用統計出したにもかかわらずこういったことが言われたことがやっぱセンチメント冷やした一つの要因にもなるのかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと分かんないですね。今後展開見ていかないと、また来月、雇用統計、6月の第1週目ありますけれども、まあ、そこを見て判断ということですね。ただし、まあ、積極的にやっぱりまだまだテック関連特に、買いづらくなっていると思うので、まあ、無理して行くような今相場じゃないかなっていう感じですかね。はい、あとはですね、イギリス、イングランドの方で、まあ、コロナの抑制緩和というところが徐々に、進んでいて、まあ、店内レストランでの店内飲食というのが、まあ、解禁されますよというような発表がありました。イギリスの方は順調にワクチンの、まあ、接種が進んで、かつ、
感染者っていうのも抑えられていることもあって、まあ、少しずつ回復に向かっている、経済回復に向かっているというような状況かなとは思います。まあ今後、まあどこも一緒ですけどね、人が出るとやっぱりまた感染者出たりするとかっていうような状況なので、まあ、まずはしっかりとワクチンを打って対策するっていうところが、まあ、彼らとしても急務だなと思ってますし、まあ、こういったところも日本が本当に遅れているので日本は大丈夫かなというのが、まあ、これまで他人事だったようなことが今日本でも起こっているので、まあ、日本の状況もちょっと見ていきたいなとは思ってます。あとはですね、ノババックスなんですけども、現在ワクチン開発非常に注目されてますけれども、インフルとですねコロナの混合ワクチンを現在開発をしてまして、2021年末までに、まあ、臨床試験の開始ということで、まあ、早くても来年ですね、まあ、もしかするとそんなに早く結果出ないかもしれませんが、まあ、こういったワクチンも現在開発されていることから、今後の重症化っていうところをいかに抑えるかっていうところのワクチンが今非常に注目をまた浴びているのかなという印象です。はい、まあ、株式相場ですね、非常に難しい相場が続いていますし、あとやっぱりこのアーク関連の銘柄がまたまた狙われているのかなっていうところも、まあ、ありますけれども、 ETF でやっぱこれぐらい落ちるっていうのはかなり厳しい、水準ですよね。なので、まあ、こういったところからの継続的な資金の、流れ逃げっていうのはまだまだ続くんじゃないかなと思ってますし、もう本当に小型株に関してはもう早く逃げた方がいいっていうか、まあもう今だったらもうちょっと遅いのかもしれないんですけど、もうどん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 下値を切り裂けていっている中で、何かここからショックみたいなのが起きた場合にもうどこまでまた下落していくのかちょっともう想像つかないなっていうような今状況かなと思ってます。まあこんなことを言ってるとですね、まあそろそろ底が来てめちゃくちゃいい買い場だったみたいな時もあるんですが、まあ僕は持ってないので、このあたりはもう手をつけずに、しばらく離れておいて、まあ経済全体が向いてきたら、まあ、もう一旦物色かなというふうに考えています。あまり大きくここから反発できるかっていうようなシチュエーションはですね、まあ、想定してないんですが、まあ自分が持っている株がですね、まずはしっかりと、まあ、大きな損失にならないように、もしくは、まあ、今の水準を維持できるようにっていうところを考えてポートフォリオマネジメントしていきたいなと思っています。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。